おはようございます。僕は今徳島に来ております。徳島県の徳島市、今日はですね4時間くらいですね徳島の観光をしていきたいと思います。徳島の市内に来ることは初めてなんですけれども、どんな風に観光できるかね、短時間ですけれども満喫していきたいと思います。今1時半なんですけれども、まだお昼ご飯を食べてないんですよ。ですのでまずはお昼ご飯を食べに行こうと思いますが、徳島といえば徳島ラーメンが有名ですんでね、ちょっと歩いたところに有名なお店があるらしいんで、せっかくならそっちに行ってみようかと思います。全然人いないんですけど大丈夫かな。平日昼間とはいえですね、県庁所在地ですからね。徳島県も川が多いらしくて、水と徳島という感じでね、植え出しているようですよ。さて、駅から歩くこと約10分です。見えてきました。こちらが有名店らしいです。中華そば井の谷。どれくらい有名店かと言いますと、駐車場がそことその一つ奥、そしてこっちにも訪れる方が多いようですね。じゃあ行ってみましょう。というわけで完食いたしまして、いやーめちゃめちゃ美味しかったですね。お肉がゴロゴロ入っててね、あれがすごい食べ応えあって良かったです。さあ次はね、観光行きたいと思いますけれども、徳島市内で観光スポットといえば一番有名なのは眉山ですね。山です。ロープウェイがあって、それで上の方に行けてね、上には展望台があるみたいなんで、ちょっと行ってみましょう。もう見えてるんですけど、これです。この眉山のふもとはお寺とかがお墓が多いですね。あれがロープウェイ、前と後ろで2つセットになってる、珍しいですよね。さてこちらが阿波踊り会館というところで、ここでね阿波踊りの、博物館的な展示もあったり、その上からロープウェイが出てるという感じになります。いろいろねチケットの種類はあったんですが、ミュージアムとロープウェイセットにしまして1130円。あとはね、なんか毎日踊り見せてくれるらしくて、それのセット券もいました。眉山展望台はこんな感じです。さっきもねちょっと見えてたんですけど、あれが大鳴門橋で、奥が淡路島、あれが徳島空港ですね。ここ展望台だけじゃなくてね、あんな風にいろいろ遊具とかもねあるらしくて、公園みたいな感じですね。この石は何かお分かりでしょうか。これ真ん中にバッテンみたいな十字が書かれてるんですけれども、これはですね三角点です。
ここにも書いてありますが、地図を作るときに重要なものとなります。そしてこの日本っぽくない塔はですね、パゴダ、仏塔らしいですよ。詳しくはちょっとこれを読んでいただければと思います。国内にあるパゴダの中では最大級のものだそうですね。あそこにはカフェもあるみたいですね。徳島港を見てみると、オーシャン東急フェリーですね。マムシ注意ということで、まあこんな山だったらそりゃマムシも出ますわな。なんかポイ捨てが多いけど、どんだけ汚いかわからないんで、うかつに触れないっすよ。無料休憩所、室内の展望台もあります。なんかまたカップルに受けそうな。これあっちにあったのと同じですね。まあ雨の日とかここでもいいかもしれませんね。あと今日みたいにちょっと暑い日とかはここで休憩するのもいいでしょう。よし、では降りましょう。次はね、阿波踊り会館ですね。見に行きましょう。さてこの先は阿波踊り会館なんですが、阿波踊り会館の中はね、撮影禁止になってるんで、ちょっと僕の目で楽しんでこようと思います。阿波踊りミュージアムね、面白かったですよ。阿波踊りがどうやってできたかとかね、観光化していったその歴史とか詳しく書いてありました。よし、それでは阿波踊り会館から移動です。結構ゆっくり見たんですけど、まだ3時半ですね。今からはね、JR 徳島駅の裏側にあります徳島城跡に行ってみようかと思います。天守閣とかは残ってないんですけれども、公園がねあるんで、まあどんな感じか見に行ってみようと思います。徳島県の観光地といえば、祖谷のかずら橋とか鳴門の渦潮とかね、そういうのがあると思いますけれども、徳島市内でいうとあんまりないんですよね。徳島を満喫しようと思うと1日じゃ足りないでしょう。逆に徳島市内だけならね、コンパクトになってるんで回りやすいかと思います。あんまり言うと徳島に失礼ですが、誰も信号を渡っていませんし、奥のところまで商店街が全部見えます。シャッターも多いですし、ここ一応駅前通りなんですけどね、全然人がいませんわ。またしても川を渡ります。もう目の前は駅なんですが、川のクルーズ船みたいな感じもあるみたいです。まあ時間あれば乗ってみたいですけど、もう終わってますね。最後の便が今出たとこです。20分ぐらい歩きましたかね。ようやく徳島城公園っていう言い方だってのが、徳島中央公園、徳島城跡見えてきました。ちなみに JR の線路があります。ちょっとあんまり見たことないものばっかりですね。こんな感じでいろいろあるみたいです。お城っぽい感じになってきました。石垣とお堀と、そしてこっちには門があります。せっかくなんで一回外のからね、外から門を見てみましょうか。立派ですね。ここが一番有名じゃないかな、徳島城跡。この門は和紙の門というらしいです。でもこの石垣は昔のまんまなのかな。もともとはこんな感じになっていたようですが、もうほとんど何も残っていません。どうしてもね、地方都市の観光スポットとなると、まあ、お城とかね、神社とか、そういう歴史的なものになってしまうんですよね。逆に言えば、それだけ昔のものが残っているっていうふうにも
言えるんですが、この辺も昔が庭園だったんじゃないかな。お屋敷とかね、この奥に建物が見えてると思いますけれども、あれがね、博物館みたいですね。今何があるって言われてもね、正直公園なんで目立って何かあるわけではないんですが、まあたまに石碑とかね、石垣の跡とかそういうのはあります。あそこにもなんか銅像がありますね。天守閣とか城山はこの奥のね、鬱蒼とした森の上になるんですけれども、ちょっとですね、これ登るのはさすがにきついんで今回はやめます。あと登ったところで天守閣がないんでね、天守閣あったらちょっと登ろうかなともなりましたけど、なんか機関車がありますよ。これは昔走ってたんですね、この辺の。ちょっと僕は詳しくないんですけど、こんな感じの昔ながらの駅舎再現したって感じですかね。ちょっと怖いな、電気とかないし。でもこの距離で見れるのはすごいですね。今にも動き出しそうです。でもここに線路があるってことは、あそこにもトンネルはちゃんと通ってたってことですかね。それかわざわざここに引くために作ったのか。まさかそんなことはありますか。その辺はよく分かりませんけど、いずれにせよすごいですね。で、あちらが今の気動車。徳島県は電車が走ってないことで有名です。この辺とか柵ないですからね、鉄道好きの方はいいんじゃないですか。見やすそうですよ、駅の裏側。そして振り返ると徳島城の石垣。古めかしいアーケード街。でも残念ながらシャッター街な感じです。シャッターが目立ちます。しかも休業とかじゃなくてね、もう看板がそもそもないんで、しばらく何も入ってないんでしょうね、ってなると。というわけで徳島駅まで戻ってまいりました。まだね、4時過ぎなんですけど、とりあえずお土産見に行こうかな。お土産屋っていうお土産屋が清すくになってました。そうですか、コンビニみたいや。ちなみに徳島駅、この時間の発車はこんな感じになってます。一応ね、岡山直通の特急も通ってますんでね、利便性が悪いわけではないと思いますが、しかし本数は少ないですね。お土産はね、なんかナルト、キントキーモ、タルトみたいなやつ買いました。まあ徳島といえばキントキーモかなということですね。地下にもお土産屋はやっぱりありましたね。まあでも数が多すぎてもね、迷うだけなんで、ちょっと休憩です。歩きまくったんでね。ロッテリアのシェイキ、バニラ。もうちょっと地元のカフェとか入れやって思うかもしれないですけど、ちょっと僕にはまだハードルが高いかな。あとあんまりお金もないんでね、これぐらいでご勘弁。普通にクーラー効きすぎて寒かったです。言ってませんでしたけど、僕はこの後は高速バスでね、帰ろうと思います。僕の地元高槻なんですけども、ここ徳島から高槻までですね、なんと高速バス1本で帰れるんですよ。高槻には一応高速バス乗り場、降り場がありますんでね、ちょうどそこを通るバスがあるので、それに乗って帰ることにしています。ということで、ここにね、高速バスターミナルがあるんで、多分この辺から発車するんでしょう。まああと30分ぐらいね、待っときます。まあ、各地に出ています。これは関空かな。神戸、金沢、福井、富山、東京とかもありますね。一応僕は京都行きに乗るんですけれどもね、
チケットセンターあっちにありますが、もうネットで買ってあります。じゃあね、この動画はもうこの辺で、あと帰るだけなんでね。徳島4時間観光でしたけれども、全然楽しめますね。結構余裕もありましたんで、頑張ればもうちょっと回れるかもしれませんね。徳島の名物もまだまだね、ラーメン以外にもいっぱいありますから、またゆっくり時間をとっていきたいと思います。じゃあありがとうございました。